はいはい、前の皆さんこんばんは、あきぼうでございます。ということで、やっぱりさ、一応はマスクしとかなあかんから思ってマスクやってんねんけども、ということで久しぶりの難波にやってきましたね。ここ千日前通り、これね、アムザのちょっと裏っかに入ってきたけども、ちょっと久々さ、この辺ちょっとうろうろしてみて、なんか面白そうなお店がないかなと思ってうろうろしてんけど、やっぱりさ、ちょっと元気はまだないかな。元気ないんやけども、久しぶりにここの焼き豚センターさん、ここね、焼き豚センターさんのホルモン、豚ホルモンでちょっと飲んでみようか。ビールを取ってきました。ビール取ってきました。喋ってるかどうか、あの、マスクつけてるから分かれへん。そうね、ビール取ってきましょう。ここね、基本自分で取りに行くね。セルフ札幌赤星、赤星行っとこう。シャラッと入れて、入れよう、入れよう。はい、お疲れ、乾杯。はい、乾杯。はいよ、ビール乾杯。うめえな。そこで、ここね、大人気のお店やから、とりあえずは売り切れがめちゃめちゃあって、自分の好きな部位買って、あの、なかったんけどかな。一応カシラと上ハラミ、それとタンっていうのがあったから、これ一応2本ずつ頼んだね。それでちょっとちょい飲みしてみたいと思うね。しばらくお付き合いください。ビール、うめえ。これがタンやろ、これがカシラで、これがハラミでございます。めちゃんこうまそうやろ。そういうことね。それも1個欲しいことで、まあどれでもいってよ。とりあえずタンからいっとくわ。いってみましょう。豚のタン好きなんですよ。うん、うまい。ビール、豚のタンはやっぱり牛と違うて、ほんま牛タン以上の歯ごたえあるから、ちょっと小さかったかってめちゃほんまや。うまいやろ。では、豚のホルモンってうまい。東京はほんまもっと安いらしいかな。これは見てました。山田君の好きなんだ。俺はいらない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 。隣におっさんと来てるけどな。すごかいらんわ。やったな、いいとこ。うまい。ここの大阪焼き豚センターさんは豚ホルモン専門店で、大阪ってさ、結構豚ホルモンって珍しいやんか。でも、なんかのね、コメントがあったのかな、東京行ったら結構ね、新橋とかそういうちょっと、なんていうの、サラリーマンさんとかがよく行くようなところには、もう豚ホルモンってほんま格安のメニューであるやんて。で、言うてはったけども、
大阪で豚ホルモンって珍しいよな。珍しい。だからまだまだ値段高い。大阪はね。そう考えたら東京でさ豚ホルモン焼いてる人が大阪来たらびっくりするやろ。倍ぐらいの値段だったらまた顔つってたらぼかさなあかんからもやもやもやってぼかさなあかんからでも久しぶりの超久しぶりのナンバー嬉しいな。外に出歩けるだけで嬉しいわ。いいよ。ほんまはマスクしとかなあかんのか知らんけどマスクしたら食われへんということで、これが頭かどこ、うん、うまいよ、うん、これ絶対間違いよ。さっき食うたやつが頭やで今食うてるこれがハラミや何食うてるか分かれへんからまあ食うやつって大体そうやな。そうやねん、よく僕も指摘されるやんか、お前食うとって何食うてるかよう分からんのかやけど、大体食うてるやつそうやな何食うてるかよう分かってないな。うまいきり遊んでええねんな。うまいきり遊んでええって乱暴なこと言うなよ、話でこれでビール行っとこう。あーうめえ。ここ生ビールもねあるらしいんやけれども、この自分でちょっとあのね店内で他のお客さんは映さんといてねっていうことなんで映されへんねんけども、ここほんまにねよう流行ってる豚ホルモン屋さんやねん。あのホルモン好きな方はこの大阪焼き丼センターさん一回来た方がええと思うね。ここほんまね NGK の真裏やねんな。すぐ分かるやんな。ほんまにあの今はねこのコロナの影響でまだ緊急事態宣言が明けてからそんなに日にち経ってないからだいぶ空いてるよな。まだ半分ぐらい、半分ぐらいやねんけど、いつもはねめちゃくちゃ人いっぱいやねんここ。だから初めて豚ホルモンデビューする人なんか最高、めちゃんこうまいから。そこでいっとこう。ちょっと串を食い持って飲むの最後やな。あ大満足やごちそうさまでした。ということで本日はこちらの大阪焼き豚センターさんにお邪魔して久しぶりに食べて飲んでました。ここね NGK の真裏であの豚ホルモンの専門店やねん。でいつもめちゃくちゃ人おんねんけれども、今はそのねコロナウイルスのあれのなんていうの緊急事態宣言解除間もないいうことで人も少ないんで、あのほんまになんていうの穴場やと思う。だから豚ホルモン食べたくってほんまに美味しいホルモン食べたい人はこの大阪豚大阪豚社に焼き豚センターさんに来てみて、あの初めて豚ホルモン食べたら満足すると思うんで来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も長々のご視聴ありがとうございました。ということで次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。